はい、こんにちは。アルブル木工教室の辻です。今日も教室終わりにいろんな木工を紹介していこうと思います。ですね、よく聞かれるのが樹種、木の種類で、家具に、適した木、や、その雑貨を作るときに、どういう木を使ったらいいかということでよく聞かれるので、それをちょっとまとめてみようと思います。まあ、手短に説明していきます。まずよく聞くのがこの杉ヒノキですね。これは一般的に針葉樹といって、すごい柔らかい材料です。建物によく使われます。要はですね、これ今木目がこうありますけど、こっちの縦の方向には強いんです。だから一般的に柱などに使われる。だから針葉樹っていうのは家具に使うよりも、建物に、使われる木というふうに、考えていただけたらいいかなと思います。ただまあ最近あの DIY とかでやっぱり使いやすい、加工しやすい、しかも安いという材料で、よく選ばれたりもしますが、椅子とかの負荷がかかるもの、重さで、ちょっとこうしなりができたりだとか、そういうものには、向きません。はい。まあ諸説あるんですけれども、大体一般的に考え方はそういう形です。じゃあ他に、いろいろここにあるもの、これそれぞれもう全部木の独自の色です。何か着色しているわけではなく、木のその個性の色ですね。だから木らしい色、白っぽい色、もしくは、赤っぽい色、黒っぽい色、いろんな木があります。じゃあちょっと順を追って説明していきます。はい。でこれが土地ですね。よく見るのが、テーブルの一枚板とかですね、分厚い材料でよく、市場に出回ってます。だからあんまりこう薄い材料というのは、僕も市場では見たことありません。で、この土地の、木目っていうのがすごい、まあ綺麗なリップルモマークというあのさざ波模様の木が出たりして、まあ、一般的に広く大きく、天板などに使うような形です。で、まあ、結構軽くて、まあ、丈夫ですね。そんなに、めちゃくちゃ硬いわけじゃないんですけど、家具にはよく使われる木です。はい。で、今こうあるんですけど、代表的なものがタモ、ナラという木ですね。これよくまあ皆さん聞くと思います。ナラはよく聞くけど、まあ、タモって一般的にあんまり、聞いたことがないかもしれません。でも、この2種類の木というのはすごい似ています。ナラはめちゃくちゃ硬いです。昔から、西洋のアンティークに使われていたり、北欧の方でも家具として椅子などによく使われていた木ですね。で、こちらタモです。木目はちょっと違うんですけど、硬さやその比重などはすごい似ています。で、奈良の方がどちらかというと硬い。で、タモの方も硬いんですけど、タモの方は人生があります。人生って何と言ったら、この木をグッと曲げようとした時に、奈良は耐えきれなくてバキッと割れてしまうのが、タモはこうグニャンとしなってくれる、そんなイメージです。で、よく使われるのが野球のバットに使われます。要はバット、ボールがボンと当たった時にしなってくれないと、飛んでくれません。すぐ折れるようなバットでは、役を果たさないので、だから奈良よりもタモの方がバットには向いているというような感じになりますね。で、どちらもよく家具に使われるんですけど、奈良の方がやっぱり高いです。北海道の産地のものを僕らは使っているんですけれども、やっぱりこう北国で緻密に年輪をゆっくりゆっくり育って、くれた木っていうのは加工もしやすいですし、狂いが少ない、家具になった後からでも反ったりねじれたりということが少ないです。ということで北海道でゆっくり育ったもの、タモ、ナラ、これ両方とも、北海道が主な産地ですね。まあ、他のところでも取れたりはするんですけど、ただ、今やっぱり日本の国内で、そのゆっくり育っていくっていうことは、次、どん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 こう市場に出回ってしまうと、また育つまでにすごい時間がかかります。ということで今タモならもこれもうすごい日本の国内では値上がりしてます。で、最近、まあ、そのタモならの代わりに、そのならの代わりに使われるようになったのが、ホワイトオークですね。ロシアだったり中国だったりで取られるならのことです。で、まあ、あっちの方はまあすごい一気にこうゴーンと育っていくので、年輪は緻密ではないので、まあ、狂いやすかったりはします。ただ、例えばウイスキーの樽だったり、ああいうものに使われていたものが、最近では、オークという名前で、奈良の代わりに使われている、そんな形ですね。ホワイトオークの方は全然値段が安いです。日本の国内のものではなくて、外国産のホワイトオークがまあ代用されていると、
まあ、そんな形でちょっと覚えておいてください。で、今度じゃあちょっと白い材料を見ていきましょう。これがブナとメープルです。ブナは、例えば、外材っていうならヨーロピアンバーチというもので代用されたりします。でメープル、これは、日本ではカエデの木ですね。ですが、これメープルは、これ今どちらも僕らの教室で扱っているのは外材です。ブナはヨーロピアンバーチ、ヨーロッパの方ですね、が、主な産地になります。でメープル、これは、その名の通り、カエデですので、カナダやアメリカの、北東部の方で、取れた産地のものが、今僕らの教室で使われていると。メープル、こういうフという緻密にこう入り組んだ木の木目っていうのがすごい何と言うんでしょう、特徴ですね。すごい高級材です。硬くて、で、キメも細かい、こう触った時にすごい手触りがいいです。まあ、そういう形で、よく使われてます。で、このメープルもブナもどっちも、さっき言ったその人生、木を曲げる力っていうのが、すごい、何と言うんでしょう、人生があるというような形ですね。でよくメープルで、どういうものに使われているかというと、例えば、ピアノの、枠組みだったり、ボーリングのピンだったり、あと楽器ですね。よくメープル の, そのギターとか、ウクレレとか、聞いたことがあると思うんですけど、まあ、そういう形で、強度がいるもの、人生が必要なものっていうのによく使われます。でブナは、これ実はまあこのいろいろある広葉樹の中でもかなり安いです。で、一般的にはこれブナって日本では木でなしって書いてブナなんですね。木でないと書いてブナ、昔はこんな の家具に使うのはおかしいということで使われなかった木なんですけれども、海外の文化が入ってきて、あ、ブナっていうのは家具にも全然使えるんだなということで、よく、いろいろ雑貨などに使われるようになりました。でなんで木でなしというかというと、木目が全くないので全く面白くない と,、今こうやって見てもらうと、もう あまりその木の、年輪模様、タケノコ模様とかが、入ったりっていうのがあんまりありません。だから木としては面白くないっていうふうに考えられてきたんですけれども、最近ではよく使われるようになりました。でこの2つとも、特徴としては、割れにくい、ささくれが立ちにくいっていうのがあります。で、だから北欧の例えばおもちゃ、よくドイツとかスイスとかのああいう、おもちゃっていうのはすごい有名ですね。あの材料としてブナがよく使われたりしてます。要は子供が、こうかじったりしても、なんて言うんでしょう、ささくれ立ちにくいということで、家具や、子供のおもちゃ、雑貨に使われているというような形です。まあ、白い木ですね、はだいたいこんな感じです。でメープルの方はすごい面白いことに、今、まだちょっと白っぽいんですけど、経年変化でどん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 もう少し、少し茶色を帯びた形の深い味わいを出していきます。で木っていうのは本当にそのオイル塗装で、こうコーティングしてやったものは、経年変化でどん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 、色が、もっと落ち着いた色になっていくというのが一つ面白みでもあると思います。じゃあ最後にこの、2つですね。色付きの材料が欲しいと言われた時には、だいたいここの、だいたいこの辺りをおすすめしてます。アメリカンチェリーとか、まあブラックチェリーとか呼ばれるんですけど、ちょっとニュアンスは違うんですけど、一般的には僕らはチェリーと呼んでます。でチェリー、これ、赤っぽい色です。でこれも本当は、元は全然、ピンクな状態だったのが、経年変化でこういうふうに、赤みを帯びた茶色になるというような形です。そんなにバカ高いわけではありません。はい、綺麗ですね、この赤い木目が。でやっぱり手触りもすごい、木目も緻密なので結構、手触りもいいです。で、チェリーはメープルとかその何でしょう、奈良とかに比べて加工がすごいしやすいです。はい、まあ、そういう特徴があります。はい、で最後これ一番高いのがウォルナットですね。よく、聞くと思います。何と言うんでしょう、内装でその突き板、壁ですねとかにウォルナットの、調のものを貼ったりだとか、そういうことによく使われたりします。なんですけども、やっぱりこの無垢の、木のままの状態っていうのはすごい高いです。で、これはまあ産地、両方ともまあ産地はアメリカですね。アメリカンチェリーとか言われてると。でウォルナットとかも、産地はアメリカです。で、すごい面白いのは、よくそのウォルナットが、育った、アメリカは
まあ、漁の文化が盛んだったりします。もしくは、一般的に言われるとその南北戦争の時から育ってたウォルナットに銃弾が入ってたとか、実際僕らも、加工した時に、プレーナーですね、自動カンナにこう機械にかけた時に、銃弾が出てきたこともありました。で、まあ、そういう形でもう本当にアメリカなんだなっていうのがよくわかる木です。これウォルナットは日本でいうクルミですね、鬼グルミとか、そういう形で、なるんですけれども、アメリカでは一般的に、ブラックウォルナットとかいう形の木になります。で、ウォルナットナットっていうぐらいですから、ナッツです、ナッツってその油分が、たくさんありますね、ピーナッツもそうですけど、クルミもそうです。でウォルナットこう触った感じが少し油っぽい感じですごいしっとりしてます。そういう手触りも一つ高級な理由の一つですね。じゃあ以上、まあ、こういう形でいろんな、まあ、木材があることを知ってもらいました。でその中でも、まあ、いろいろ特性があったり、面白い符ということですね、木の模様ですみたいなものもあるので、それはまたちょっと次回の工場ということで、とりあえず、その家具に向く木、向かない木、あとは、その木目のその例えば白っぽい木だとか、あとは価格のことをちょっと今日簡単にかいつまんで説明させてもらいました。はい、以上です。まとまらずにすいませんでした。